歴史的航空戦バトル・オブ・ブリテンにおけるガンカメラのフィルム映像記録ドイツ空軍の爆撃機ハインケル HE111 を射程に捉えたイギリス空軍戦闘機スピットファイアが機銃の引き金を引くと発砲とガンカメラの作動が同時に始まりそれによってかかる戦況が記録された1940年撮影ジェット戦闘機ホーカーハンターの機種にある G-10 ガンカメラの撮影口、本体は内蔵されていて外からは見えない。航空軍事の分野でいうところのガンカメラとは、作戦対象地域や訓練の状況を記録して利用する目的で、軍用機に装備される攻撃機器と連動させた映像撮影記録装置である。撮影記録機器が攻撃機器の発射機構と連動し、発射装置の作動を 起動条件として、撮影と記録を自動的に開始する。攻撃機器と同軸の適所に設置されるもので、形は様々にある。中には重機を模したものもあり、これのみを指して日本語では、写真銃とも言う、日本語で、マリー式写真銃もしくは、マリー写真銃と呼ばれる連続撮影式カメラについては、エティエンヌ・ジュール・マレー及び、 EN, エティン・ジュールズ・モレ・クロナハーーグロフィを参照のこと。ガンカメラ及び写真銃は多義語であり、上述の定義は原義かつ、第一義ではあっても、航空軍事上に限った語彙である。銃やモデルガン、サバイバルゲームなどの分野で用いられる。ガンカメラは機能も用途も大きく異なる。軍用機が装備する攻撃機器の同軸線上に撮影記録機器を装備し、 攻撃機器の発射機構に同調させたシステムで発射機構の作動が発砲とか無効打の軌道につながる仕組みになっている。主に戦闘機が敵を撃墜したことの記録のために使われたり実射を伴わない訓練での命中判定に利用される。ガンカメラが初めて用いられたのは航空機というものが登場して初めて戦争に用いられた第一次世界大戦のことでイギリス空軍が 本格的に採用した。広く導入され始めたのは1920年代前半で英語辞書にガンカメラが新語として初掲載されたのも1920年から1925年までの間とされている。もっともガンカメラが盛んに使われ始めたのは第二次世界大戦からである。アメリカ軍では帰還後にパイロットを集めて上映し、戦火の確認や戦法の改良。 新人への教育が行われた。フィルムはすべて回収された後に保管されており、資料映像として公開されている。当初は操縦士あるいは重手や広報士といった同乗者によって小型の手持ち式、ムービーカメラが持ち込まれ、操縦士、もしくは同乗者が直接手に持つか、カメラを座席周辺に固定して用いていたが、操縦や戦闘を行いながらカメラを操作することは困難が多いため、 翼や胴体に内蔵できるようにした専用のものが開発された。機銃と同じ寸法と外装を持つようにデザインされ、軍用機の固定武装と置き換える形で機銃の搭載位置にそのまま装備できるようにしたものも登場した。この方式のものでは、イギリスで開発、製造されたルイス系機関銃の航空機搭載系を模したもの、ドイツで開発、製造された LMG08、 15航空機管銃を模したものが著名である。日本では同じく航空機搭載型機管銃を模した外観を持つ翼上もしくは戦海銃下に装備する訓練用のものが六桜車によって開発、製造され、89式活動車真獣の名で日本軍の装備となった。現代においては戦闘機や攻撃ヘリなどの下機管制装置自体が 暗視装置などと複合されたテレビカメラと同様の機能を持っており、別個に録画装置があるのではなく、装置自体に録画機能があることが一般的である。後に、電子的な動画撮影装置が非常に小型、活高性能なものとなったため、発砲の正当性の証明や裁判での証拠と、するために、警察をはじめとした、法執行機関の装備する拳銃や短期間銃、 自動小銃といった執行装備に本来の用途を妨げることなくビデオカメラを装着することが可能になり銃の使用と発砲の正当性が問われることの多い警察組織を中心に特に使用される機械の多い拳銃に装着する小型のビデオカメラの導入が模索されているこれらの銃器装着型カメラもガンカメラと称される主翼に装備されたストライクカメラこのタイプは カムコーダ本体とカムコーダを収納して主翼に固定しつつ攻撃機器と連動させるカメラポットからなる機体は艦上攻撃機器であるダグラス A-4E スカイホークで1965年撮影ストライクカメラとはガンカメラと同種の映像撮影記録装置で爆撃機に装備されるものをいう爆弾投下装置の作動を軌道条件として 撮影登録画が自動的に開始されるもので、登壇目標地点を画角の中心に捉え、投下されていく状況を記録する。ガンカメラ同様、記録や効果判定に用いられるが、こちらは爆弾の投下に特化している。その意味で厳密には、ガンカメラではないが、同様のものとして、大量の記録映像が撮影された。ありがとうございます。